次は何して遊ぶ？お兄ちゃんが決めて。何したい？痛くない。お家楽しくないの。まだお兄ちゃんといたいな。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝軽視者のペルソナを生み出せしとき、我がさらなる力の祝福を与え、お母さんいつも仲良しだったんだよ。なんで離婚しちゃうの？マイコ聞いたんだけど、でも子供は関係ないって。
泣いたら迷惑だよね。マイコ、もう泣かないよ。よくわかったね。え、病気なの？嘘だよ。ごめんね。もう信じちゃうでしょ。マイコ、順調なんだからね。君も。ああ、あの子が言ってたのは君か。興味を惹かれてたところさ。子供を遊ばせられる大人か、共に遊べる無垢な子供かとね。僕は遠慮しておくよ。じゃあね。行っちゃった。あのお兄さんね、いつも日曜日は神社にいるんだよ。塾に行く途中でね、よく見かけるの。すぐ舞子の誕生日なのに。誕生日ならお父さん帰ってくるかな。
だっていつもはね、プレゼント買ってくれたんだよ。なのにね、今年は全然プレゼントの話しないの。離婚するから舞子のことなんてどうでもいいのかな。舞子と遊んでくれるのお兄ちゃんだけだよ。ないとお家の中ぐちゃぐちゃなんだもん。お兄ちゃん、またね。あのね、この前舞子のお誕生日だったんだけど、お父さんもお母さんも舞子のお誕生日忘れてなかったよ。お母さんもね、舞子が
がそんなこと聞くから悪いって言うんだよ。やっぱり舞子のこと嫌いなのかな。舞子なんかいなくなっちゃえって思ってるのかな。お父さんたちの気持ち確かめるの。舞子のこと大事って思ってるんだったらきっと探してくれるよね。舞子が家出するって言ったのお父さんとお母さんには内緒だよ。秘密にしててくれるよね。もう帰らなくちゃ。また遊ぼうね。家での準備しなきゃ。ねえお兄ちゃん、家での時って何があればいいの？お菓子がいっぱい入るバッグ？健康保険証？
兄ちゃん、今までありがとう。舞子、さよなら言わなきゃ。舞子、今から家出するの。お父さんとお母さんには内緒だよ。バイバイ。ちょっとあなた、小学生くらいの女の子見なかった？少しは落ち着きなさい。落ち着けですって？舞子に何かあったらどうするんですか？なんだと？大体お前が勉強ばかりさせるから。あなたはいつもそう、全部私に押し付けてばっかりじゃない。じゃあ俺が悪いっていうのか？目を離すからこんなことになるんだろう。それどころじゃない。お兄ちゃんというのは君だね。舞子から聞いたよ。ピアノをサボって高校生のお兄さんと遊んでいると。何ですって？聞いてないわよそんなこと。まさかあなたが舞子に？うるさい。お前は少し黙ってろ。失礼した。私たちは舞子の親です。実は朝から舞子が見当たらないんだ。部屋に置き手紙があって、舞子こんな家出ていくと。じゃなかったのに。あんたなんかに何がわかるのよ。舞子、どうしてこんなこと。なあ君、舞子の行く先に心当たりはないかね。頼む、教えてくれ。たこ焼き屋？そうか、あのたこ焼き屋か。よし、行こう。心配したのよ。どうしてこんなことするの。そんなにママを困らせたいの。ちょっとよしなさい。離婚しちゃいやー。
そうか、そのことで。ごめんな、マイコ。本当にごめん。帰って、ゆっくり話そう。君には迷惑をかけてしまって。なんと言ったらいいか。けどちゃんと最後まで聞いたの。マイコ偉いでしょ。一緒にいても辛いだけだもんね。ねえお兄ちゃん、マイコ、お父さんとお母さんどっちか選ばなきゃいけないの？どっちについていけばいいのかな？
らなくっちゃ。ねえ兄ちゃん、手つないで帰ろう。掃除とか何もできないの。だからマイコが手伝ってあげなくっちゃね。お父さんはね、一人で何だってできるの。マイコがいなくてもきっと大丈夫だよ。と一緒にお引っ越しするの。お兄ちゃん、マイコと離れちゃってもずっとお友達だよね。ずっとお父さんの子供なんだって。離れて住んでも家族のままだって。だから舞子、寂しくなんかないよ。家族ってすごいよね。マイコも家族を作るのかな。そうだよね。じゃあお兄ちゃん、マイコが大きくなったらしてくれる？
これ持ってて、舞子が作ったの。我は汝、汝は我、汝ついに真実の絆を得たり、ここに啓示者の力がその才能を開かれたり、今こそ我ら汝に与え啓示者の究極なる力、汝がうちに満たされんことを。お兄ちゃんったら照れないの。